気持ちって皆さん見るとわかると思うんですけどすごくカリスマ性があって人を魅了するキャラクターじゃないですかそれは中川さん私はある意味ぴったりだったかなと思うんですがそうですねまあそこは僕が持ち合わせている部分と言いますか <laughs> 素の部分と言いますかどうでしょういいですかあの聞きましたらなんと今年の1月2月で作品を撮影して そしてこうやって上映という本当にスピードだと思ったんですけれどもどうでしょうか振り返ってみて映画が完成して今の思いもお聞かせいただければと思いますすそうですねあの振り返るとあの「ファニーバニー」に出会ったのは本当に僕は高校1年生ぐらいの時本当に飯塚監督と、えー、出会って間もない頃に監督に、えー、この小説を。 いただきましてその時は本当にまさか自分が演じるとも思ってもいませんでしたし映画化の具体的なお話なんかもまだない頃だったんですけどもそこから監督と何度かお仕事していく中で、まあ、食事に行かせていただいたりもしてそういう中で「ファニー・バニー」いつか映像化できたら。 いいねっていう話をここ数年間、えー、してきた、うんえー、ところだったので本当に、あのー、数年越しに本当に夢が叶った大げさじゃなく言うと本当にじようやく実現したなっていう思いであの本当に、あのー、初日に図書館に立った時もうわあファニーバニーやってるわって思ったんですけど <laughs> なんか今こうやってお客様の前に立って改めてまだ。 うわー映画できたんだなってちょっと思ってますね、うんはい、本当に裏話をするともともと僕は漆原やる <laughs> と思ってたっていうか漆原っていう感じでしたよね一番最初にさっき出た小説を渡したりとか、えー、定期的に何かあって喋ってる中ではあのー、漆原の方が似合うって思ってたんですよ僕が。 だですでも年を重ねていくにつれて、えー、なんか「剣持ちせっかくこの企画やるなら剣持ちやったらどう?」って話をして、うん、そうだよねそうですね、うん、なので本当に僕の中でケンモチサトっていう男がこうあってほしいっていう。 僕の中の,そのキャラクター像っていうのはもう初めて読んだ時からやっぱりすごく強いものがあったのでまあいつか映像化して誰がやるにしてもやっぱああいう風な男であってほしいなっていうのはすごく明確に強くあったので監督から「いや大使剣持をやってみないか」っていうのを聞いた時にいや考えてもいなかったのでまあそれが今回こう実現しましてすごく。 プレッシャーでしたその剣持ち像をしっかり僕がちゃんと体現できるのかなっていうのはすごく好きなキャラクターだからこそすごくプレッシャーはありましたね、うん、いやでも剣持ちって皆さん見ると分かると思うんですけどすごくカリスマ性があって人を魅了するキャラクターじゃないですかそれは中川さん私はある意味ぴったりだったかなと思うんですがそうですねまあそこは僕が持ち合わせている部分といいますか。<laughs> 素の部分と言いいいますか <laughs> いやいや冗談ですでも本当に剣持って小説を書く男なのですごく言葉に力があって説得力があってそこの立ってる背中にすごくいろんなものがなんかにじみ出てくるそういう背中にしたかったんですよ。なのであの本当にこの映画の中でもう,うさぎが増えていくんですけどまあ見てくださったお客様も剣持にこうついていきたくなるようなそういう。 男にしなければいけないというかなり重大任務だったので <laughs> あのビビってました <laughs>。<laughs>